古より続く戒律を破り、光と契りを結んだ横島なる者に裁きを下す。一族の掟に従い、汝を無限の禁獄に封印する。不浄の子は我ら魔道の道から永遠に排斥されよう。ベヨネッタということで、ごきげんよう。金髪巨乳清楚ゲーム激うま VTuber 嘆きのアリアです。さあ、今回からはですね、こちらベヨネッタの方ねやっていきたいと思います。まあ、ベヨネッタといえば色っぽいベヨネッタさんがね暴れ回るこんな感じのアクションゲームということでね、はい、華麗にプレイをねしていきたいと思いますわよ。ではではやってまいりましょう。改めましてプレススタート。ちなみに PS4 版でやっております。オプションリーダーボード、エクストラ、クレジット。まあ特にいらないかな。では、やってまいりましょう。戻っちゃった。参ります。ニューゲームで、オートセーブ機能を使用しています。了解です。難易度。あ、ない。ベリーイージーとかしかない。ノーマルで。ハードがなければノーマルですね。光と闇が生み出す認識こそ真理の世界で。月ですね。ん？なんか、いっぱいいます？この二人は。あ、これ、ベヨネッタですね。黒い方がベヨネッタですね。めっちゃ時計台落ちてる。めっちゃ時計台落ちてますよ。すごいですね。よく落ちないですね。さすが魔女。魔女だから。お、なんかいきなり始まろうとしてる。あ、なんかいきなり始まってる。よくわかんない。とりあえず攻撃。まるで攻撃。おお、ヨーロッパ。二つの部族。攻撃できてるアンブラの魔女。アンブラの魔女。光を主とする一族。はい。ルーメンの賢者。めっちゃテアーっていい声で攻撃してますね、ベヨネッタさん。はい、支えていた。なるほど。その調和は結構なんか早い感じのアクションですね。現状まだ分かんないですけど、とりあえず暴れまくればいい感じっぽいですね。よう、おう、おっ、砕け散りましたよ。すごいですね。お、世界の舞台が変わった。なんか何でしょう、リュウグウの使いみたいなやつがいますけど、激しく争い始めた。なるほど、光とか闇の一族が争い始めた。そんなヨーロッパ全土を巻き込んだ戦いになったんですね。やば、ダークネスな感じですね。抵抗する業者の勢力にも次第に変化が現れ始める。絶大なる神の力を振るう。絶大なる神の力を振るう。隠密を胸とする魔女の攻撃。隠密の方が強い。アサシンクリード的な戦い方の方が強い。これもしかしてベヨネッタの戦い方にも関係したりするんですかね。隠密した方が実は強いよみたいな。でもなんか隠密とは縁なさそうですけどね、ベヨネッタ。ふむ。おう、まだいっぱいいる。ポーズ決めてる場合じゃないですよね。戦わないと。うわ、なんかめっちゃでかいのいるんですけど、めっちゃでかいのいるんですけど、何ですかあいつ。やば、ドラゴン、ドラゴンですね。相当のドラゴン。あいつ、うわ、なんかめっちゃ、え、火炎弾みたいな、泥玉みたいなの撃ってきてますね。うわ、攻撃してきた、攻撃してきた。迫害、あー、なるほど。うわー、魔女狩りですかね。あー、おう、
倒れた。奇跡の力。おお。これで光の一族も影の闇の一族も滅んでしまったと。ただ一人を除いて。おお。やば。砕け散りましたよ。ジャンヌ。無事だ、無事だ。ジャンヌさんっていうんですね、この赤い人は。かっこいい。落ちながら戦ってる。お、現代大都会ですね。摩天楼バッファローオブブラッド。輸送艦とかですか。お、怪しい集団。太陽、太陽ですね。これはさっきの、いや、ベオネッタですね、これが。よくは見えないけど。お？なんか儀式をやろうとしてる感じですか？怪しすぎますね。おい、やばいやばいやばい。え？え？セルフ？え、何やってるんですか、この人たち。生贄の儀式みたいな。あ、これでさっきの奴らを呼び出してたってことですか？プロローグ、序章。では、サブメニュー。チャプターセレクト。はいはいはい。難易度はでも多分変えらんないですよね。うん。チャプターセレクト。まあそうですよね。よし。このままやってしまいましょう。では、スタート。序章です。お墓、墓地。だいぶゾンビとかがね、出てきそうな雰囲気ですけども。デベロップドバイチームリトルエンジェルス。おしゃれな演出だこと。おしゃれな演出だこと。プロデューサー。ディレクター。お、ディレクターに、ディレクターにめちゃくちゃすごいですね。コアシアエッグマン。そんなことより、なんで俺がこんなやつのために参列しなきゃ、参列しなきゃならないんだ。お葬式。仏を下ろしたら俺はお役ごめんだろ。葬儀屋さんなんですかね。今日が何の日か知ってんのか。シスター。あら。こんなやつ。このほくろは。なんか読んだって無駄だぜ。俺たちのゴミ溜めの中でも札付きのクズだったんだよ。ほれこの通り。ああ、葬式に来る物好きだって。葬式に来る物好きだってただの一人もいやしね。とはいえ仏の世話も俺たちの務めだがな。やつの組織。やつの組織。その壊し屋さんの組織ですか。うまいことやらなきゃ命がいくつあっても足りやしねえ。まあここはそういう街だ。おう、こういうクズども、やばい街、俺たちみたいに面倒見のいいやつが、ゴッサムシティみたいな感じなんですかね、バットマン。もらうもんはもらうがな。おい、いつまでそんなくだらねえことやってんだ。くだらねえこと。俺だったらこいつが地獄でバーベキューになるよう祈るぜ。いや、せいぜい目玉焼きか。めっちゃ笑います。そしたらめでたく天に登れるだろうぜ。ただし腹を空かせた神様の朝飯としてだがな。相手にしてもらえない。一切相手にしてもらえない。ガン虫ですね。俺らも帰るぜ。今夜は家でチビたちが俺の誕生日のお祝いにケーキを作って待ってるんだ。可愛い奴らだろ。それじゃ。アバエよ。ほう。お？なんか光が満ちてますけど。まさか。お迎えが。お迎えが嘘だろ。あんなクズにも。ああ、このクソったれの光目。クソったれの光目。でも拝むんですね。倒れた。あの光の中にいるんだな。お？
お前には奴らの姿が見えるんだろう。はっきりと、はっきりと、暖かき祝福の光に包まれて天より降臨召された神の御使い。はい、天より降臨召された神の御使い。光の主よ、苦しみ迷える我らの家族の御霊、永遠の、やっぱベヨネッタですよね、このシスターさん。おお、あ、かっこいい魔法陣。おお、聖書が、聖書なんですかね。飛んだ。おお、そりゃ口パクパクもしますわ。おお、お、これ最初に戦ってたやつらですね、多分ね。下級三体天使アフィニティ。お思いっきり蹴り飛ばした天使を。そう、天使と戦ってるんですね。なるほど、神の御使いを容赦なくボコボコにしてますけど、ドヤーっていっぱいいますね。あんたたちもねんねの時間よ、ねんねの時間。おう、逃げ惑ってますね。ジャイアントスイング。あ、見えないんですか、この人からは。見えてない。おう、ドミノ危な。お母ちゃん、やばい、やばい、勘弁してくれ、エッグマン。お前の悪口は二度と言われてやったな。エッグマンの棺光ってますけど、なんか出てきましたよ。え、出てきましたよ。怖いですけど、え、この人エッグマンですか。やば、俺をその辺の人間と一緒にしたら痛いね。かっこいいんですけど、頭にどいてなしたっぽい。タジタジどけ、怖っ。ロダンよう、エンツじゃねえか。エンツ隠れてない、かっこよ。あまりにたまった店のツケを払ってもらう前に死なれちゃう、困る。店の付けあるです。悪いこと、天使もドミノしてますけど。おお、とかビューティフル。セクシーカットが入りましたけど、脱ぎましたよ。おお、なんかこの格好こそがね、ベヨネッタってイメージがありますけど。光った。ベヨネッタ。お、なんですか、たまたま宝珠。武器、銃ですね。めちゃくちゃ撃ちまくってますけど。すごいアングル。ドドドドドドド。まあ、ひどいやつもの。こんなのすぐ壊れちゃうの。捕まえてる。たっぷり持ってきたぜ。おう、いっぱい。足にも。どうやって撃ってるのか分かんないですけど。すごい、やりたい放題である。ドカガガガガガ、強っ。ホールダンスみたいにして、次めちゃくちゃいっぱい、ほんとめちゃくちゃいっぱいありますね。打ち切ったら変えてるのか。次、さすがになくなりそうですけど。なくなりましたね。雨。セクシーカット。もう物理攻撃に移行しましたよ。お前
ネット見てるなら届け物を頼む。はい、振りかぶってホームラン。それで10は終わりだ。そろそろフィナーレにしない。フィナーレ。おお、避けました。蹴りました。ドド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 。イエーイ。まだ早いわ。曲もダンスもこれからよ。ノリノリですね。ノリノリですね。ベヨネッタお姉さん、あ、やっと操作できるようになりました。戦える。素早い攻撃、三角でパンチパンチ、ビューチョー。次キック、丸でキック、ビューチョー。コンボが出せる。コンボめっちゃいっぱいあります。ほい、次敵の攻撃は避けろ、 R2 で回避行動。2、1、避けました。ビフォー、避けるの下手ですね。ギリギリで避けろ、するとウィッチタイム。フェイ、なんて様だって言われた。おう、ビュートフォー。限られた時間、敵の動きがスローに見える。基本じゃあ避けまくればいいってことですね。おお強い。敵を押し続けてロック。ドド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 。避けるのがお下手である。ロックは基本してった方がいいのかな。ヘイロー、天使の生命力が結晶化した霊的なレアメタル。はいはいはい、天使の輪っかです。ヘイロー、攻撃をされるまでもなく倒してしまいますが。お、来た来た、ウィッチタイム。ドドドドド、倒しました。まだいます、まだいますね。増えましたね。ドドドドド。見えてますよ。全然ウィッチタイム発動してないですけど。来た、ウィッチタイム。いいですね。ウィッチタイムはなるべくやっぱ発動させていった方がコンボとかがいろいろ増える気がします。基本は R2 をいつでも押して回避をしていくスタイルで攻めた方がいい気がいたしますね。結構ギリギリじゃないと発動しないのかね。なんかこのプロローグの敵ぐらいだとあれですね、別に回避をするまでもなく倒してしまいますけど、将来的には回避しないとダメなんでしょうね。なんか来ましたよ。何ですかこいつら。どのコンボからも銃撃可能。あ、押しまくるとめちゃくちゃ撃つんですね。はいはい、あ、まるで、あ、はい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 、パンチとキックの締めに、まあ、締めじゃなくてもいいのかな、とりあえず銃撃はしてくれるということですね。覚えました。バレットクライマックス L1 回転で、結構難しくないですか。1回転操作は鬼門ですよ。1回転ができない。グルリンチョできないんですけど、なんかそれっぽい操作をすれば出るかもしれない。発動したら狙いを定めて撃ちまくれ。難しい。ビューティフォー。難しいですね。まあ、とりあえず気持ちいいからやってった方が良さそうな気がします。こうですね。当たってますか。よし、とりあえずいい感じに戦っていきましょう。
華麗に戦っていれば多分勝てる。置き攻めもやりたい方だ。よし、行きますよ。ドドドドド。バレットクライマックス。攻める時にも、あの近づく時もね、ひたすら打ちまくってた方がなんかいいですね。攻撃の頻度が上がる。倒しました。あ、後ろからなんか強そうなのが。おい、え、捕まりましたよ。規則違反だろ。めちゃくちゃされてますよ。